こんにちたかさんです。スクープです。千葉県児童家庭科、尾関典子課長の部署の違法行為容認の証拠を入手いたしました。はい。えーと、まず、この職員録でいきますと、千葉県健康福祉部の児童家庭科、課長は尾関典子課長になります。はい。ここの部署に置きまして、このようなメールをいただきました。はい。 まず簡単にサーっと読みますよ。児童家庭科から回答します。保護者としての権限は保護者が親権を行うもの未成年後見人その他のもので児童を現に看護するもの児童福祉法第6条であることに基づくと考えられますからえこれ児童福祉法第6条っていうのは何を意味することを書いているかといいますと単に 保護者としての定義を書いてあるにすぎません。はい。保護者の定義は、この真剣を行う者、未成年後見人、その他のもので、児童を現に看護している者を保護者と言いますと。で、保護者が、保護者が、えー、契約自由度の原則に基づく個人間の契約によって代理人をすることに関して、えー、ここに保護者の定義があるから、 代理人として認められないんだみたいな書き方してますけど、完全な間違いです。じゃあ、弁護士は絶対代理人になれないことになりますね。はい。弁護士は絶対なれないんですかこの、ええ。弁護士は絶対同席できないことになるんですかもうめちゃくちゃですよね。もうおかしいですよね。ここからして論理が破綻してます。はい。保護者と同等の権限が発生するとは考え難いものがあります。異議してるんですか権限。 権限委任してるんですけその契約を否定する根拠にはなりえませんこういったものの代弁者として代理人として児童相談所と話をすることに関しては何ら違法行為ではありません逆に言えばこの解釈が完全に間違っていますはいさすがですね児童家庭科このような法的レベル法律の知識しかないものがこういったことを平気で 法的根拠のように書いていきます全く法的根拠の役割を果たしていませんはい。また保護者面談の同席者の範囲を決定することは当該児童相談所の行政上の裁量にの範囲に属する事柄ですからはい。そうですそういったことで決めているからこういった違法行為をしている責任は児童相談所にあります違法行為の責任は児童相談所にあります そして、それを管理している児童家庭家が、こういった容認するような発言をすることも違法行為ですよね。はい。そういったところですよね。はい。自ら、自分たちの違法行為を認めるような文面を出しているわけです。はい。そういった中で、はい。児童相談所が、同席希望者の同席を拒否したとの理由のみで、拒否したとの理由のみで、あ、取りましょう。拒否したのみって、この民法の大原則を拒否して、それを理由が、理由が拒否って、 もうおかしいでしょ。もうおかししいでしょ。もうこの,の論理が破綻してますよね。そういったことを拒否することはできないわけですよ。児童相談所の裁量権としてそういったことを行ってはいけないわけですよ。法律に違反するようなことを児童相談所の裁量権だと言ってるのはおかしいですよね。児童相談所の裁量権って法律に規定されていないことをする権限があるんでしょうか。裁量権というのは法律に裏付けられて。それに お、その、それに伴った責任を負うんです。責任を負うんです。つまり、こういった法律で規定されていない権限を行使した以上、その責任を児童相談所は負うということになります。ましてや、きっちりと法的根拠のある代理人としての、親の代理人としての方に対して、理由を説明せずに拒否。法的理由を説明せずに拒否。しかも、議員だからとか、そういった理由が、 認められるわけがないですよね。おかしいですよね。児童相談所の行為が明らかな違法行為であるとは評価をすることはできません。馬鹿じゃないですか、もう。もう、おかしいでしょう。今の根拠から言って。おかしいですよね。いや、違法行為でしょう、これ。それを、違法行為、明らかな違法行為の証拠を示しているにもかかわらず、逆に自分たちが違法行為を容認している証拠を示しているんですよ。もう、点でめちゃくちゃ。 もう酔っ払いの戯言ごとと同じですよねこれじゃはい児童相談所においては場合により保護者以外の支援者が同席して面談を行うこともあります当該の保護者におかれまして支援者の同席について上層など再度よく話し合っていただくことをお勧めいたしますいや児童相談所が話し合いに応じないからこういったクレームを出しているわけでそれに対して話し合っていただくをお勧めしますとこ他人事のように自分たちで違法行為を容認するような返答を出す これは、小関の子課長に責任を取っていただく必要があるのではないでしょうか。はい。もう一度、まとめていきます。千葉県健康福祉部児童家庭科、小関の子課長。今回、違法行為容認の証拠をメール、書面でゲットしました。そこで、まず、児童福祉法第6条が出てきますけども、ここの規定は単に保護者の定義を書いてあるわけです。 この保護者の定義が民法上の大原則である契約自由の原則を、えー、制限することができるような文言は一切ありませんただ単に保護者の定義をしているわけですその保護者の定義と面談同席は全く別です保護者が実際に看護しているとかそういったものではなく保護者とこの児童家庭科やこの えー、児童相談所、そういったところと話をするのに代理、話をする代理の権限を与えることに関しましては、これは法律で認められた権利ということになります。契約自由の原則、それを制限する内容は一切ありません。その他に、えー、法律の条文は一切出てきておりません。つまり法的根拠を示していません。はい。従って、 契約民法の契約自由の大原則により、権限以上により、保護者の面談出席権を法的に得たものを拒否する法的根拠は全く示せていないわけです。しかも、同席者は子供のため、虐待していない方とされている母親側の面談。はい。法的権限も示せず、議員を理由に拒否した、千葉県市川児童相談所、二平一志所長。 青木さとみ主席児童福祉士兼次長並木桃子調査課課長こういった方々の会議でのこういった決定は明らかに裁量刑の範囲といえる法的根拠がなくまさしく刑法193条の条文に合致しますよね。せいちゃんとあの法的に権限を民法上の,この権限を持つ者に対して 正当な理由を示せず権利の行使を妨げているわけですからまさしく「刑法193条」に該当する行為です。はい市川児童相談所、改めて「刑法193条」「黒」というのをこの児童家庭科の書面によって証明されたということになります。はい。証明しました。まさしく証明です、これ。はい、というような状況下でありますが先ほどですね 私は別の児童相談所からの、えー、書面をですねたまたま閲覧させていただきましてここでは弁護士は OK みたいな表現で書いてあって弁護士でないものは、えー、非弁法にあたるようなことを説明をして、えー、代理人として取り扱うことは しておりませんしておりませんじゃなくて法的根拠を示してないですよね、あなた方がその代理人契約を。これ、もう全然めちゃくちゃです。はい児童相談所は違法行為をいかにも法的に正しいかのようなでたらめの説明を保護者らに行っているというこういった証拠が次々と上がってきています。いかに児童相談所の職員が法律を知らずに不作為による違法行為を繰り返しているか。 それが明らかになってきてきいますもう信用できないのが分かってきましたよね。信用できる職員というのは一握りしかいないわけですよ。きちんと法律を理解して子供たちのために活動している児童相談所に関しましては我々の同席を拒否するなんてことは聞いたことがありません。はい、拒否しているところは何らかの後ろめたいことがあるのでしょう。 後ろめたいことがあるから第三者に入ってきてほしくない隠蔽したいそういった気持ちがありありと伝わってきてるのではないでしょうかはい特に軽微な虐待の疑いのみしかも証拠がない状態で保護してしまうと返す時に何もないと困るわけですよだから入ってきてほしくないという気持ちが働くんじゃないでしょうかねこういった 子どもたちに対しての公務員による虐待行為を私はなくしていきたいと思っております。はい。何も虐待されていない子どもたちを長期間一時保護所という劣悪な施設に閉じ込めておく行為はまさしく虐待です。内部で虐待のような扱いをされていたという証言が多数出ています。それをすぐにお,お父さんお母さんとお話ししてみれば優しい方だと分かって てい子どもを閉じ込めたままにしておく第三者のこの保証をつけるような形でしっかりとこれきちっと家庭環境を整えてますというのですら聞こうとしないのであれば子どもたちのために働いているとは言えません児童相談所の幹部職員の方々しっかり法律を勉強して法律を遵守してください違法行為は やめてください。以上です。親子断絶をぶっ壊す。